1>, 1月2日にですね、羽田空港 C 滑走路で起きたですね、JAL、えー、機と海上保安庁機の衝突事故、これについて解説したいと思っております。JAL 機の乗員乗客はですね、えー、衝突後ですね、エンジンが爆発して火災を発生させましたけれども、守備よくですね、乗員乗客全員がですね、脱出に成功しまして、えー、若干の負傷者はいたもののですね、死亡者はいないということで大丈夫だったんですけれども、まあ 落とした海上保安庁機は基ね重症らしいんですけれど重症の火傷を負っているらしいんですけれども、えー、彼を残して残り5人はですね殉職ということで今回のですね、えー、地震北陸の大地震に、えー、救援物資を届けるためにですね実は2回目のフライトだったらしいんですけども1回、えー、小松基地でしたかね <laughs> に行ってもう1回戻ってきて ピストン輸送をしてたんでしょうか。それでまあ離陸するまあボンバルディア製のですねプロペラ機なんですけれども、なんとねこれは東日本大震災で仙台空港にあった機体で被害を受けたもの,の、あの津波の被害を受けたもののですね再整備をして復活した唯一の機体だったというまあ本当数奇な運命をたどった機体なんですけれども、今回北陸の大地震に向かう途中にですねまあ 衝突して炎上も破壊されたということで非常に痛ましい事故になっております。でこれについてですね、いろいろまだ事故、えー、調査委員会がまあ組織されて、またですね、警視庁の方はですね、業,業務上過失致死、えー、これをですね、えー、視野に入れて捜査をしているということなんですけれども、まあ原則としてこういった航空機事故に関して言うとですね、えー、刑事責任を追及するというふうな話になると真相をねお話ししない人たちとかが出てくるので、まあ僕は危険だと思いますので本当に事故調 調査委員会の結果を見てですね再発防止策を練るというそういった方向性で進んでほしいなというふうに思っております私もですね小型固定翼機のですね単発固定翼機の免許を取得中で羽田空港で離着陸をしたことはないんですけれども何回もですねこういった大なり小なり滑走路というのは同じなんでランウェイというま滑走路とタクシーウェイって流動路ですねこちらの方 そからまあ侵入をしてま完、あ、成と更新をしてえ、リリック許可をもらう滑走路への侵入許可をもらうという。まあ、ルーティーンは同じなので、本当他人事ではないというかですね。なんでこんな事故が起きたんだろうという風に思っております。まあ、事実関係、えー、って言うとですね。ま完、あ、成感はですね。 ジャルキーには、まあ、これ、アクアラインの方からやってきたんですかね。アクアラインの方からやってきた、新千歳空港から羽田空港へ向かう、C 滑走路を使う、で、着陸してもいいよ、というような、無線のメッセージは、無線のね、更新ログがですね、有志の人たちが、航空無線を受信をして、ネットに上げるサイトなんかも今あったりとかするんですけど、遡って聞くこともできますので、そういったサイトで分析をされており、この C 滑走路という、ね、滑走路、A、滑走路に並行して、 走走ってる、C、滑走を主に北風の時にえ利用されるということなんですけれどもこちらの方ですね東京都心からやってくるルートの場合は南風の時でも離着陸まあ着陸できるようなルートなんですけども今回はですねえおそらく北風に向かってえアクアラインの方からやってきたんだと思いますけれどもこちらの機体がですね着陸許可をもらっていたということで通常はですねこれ C1 というところから離陸する機体はですねえそちらの方に並びます。 まあ実際今回ですね、デルタ航空機が多分一番前に並んでいた。これはあの、フライトレーダー24という、う アプリでもですね、ログをまあバックログ見れ見ることができますので、彼らが並んでいてその後にも何機か並んでいたような状況にあります。えー、ただですね、会保安送機はですね、普通のまあボーイング787とかですね、こういったものに比べると比較的、えー、小さい、まあ大型トラックと軽自動車みたいなでゲンチャリとかまあそんな感じの大きさの違いなので、C5 というですね、もうちょっとまっ滑走路のまあ三分の二ぐらいのところですかね、えー、こちらの方からあまあ離陸をしようとしていた。 確認されてる無線のデータからするとですね、G5 の誘導路の停止線のところで止まって待っていってくださいと。離陸許可が与えられるまで待っててくださいというようなメッセージが残されていると。まあ、えー、重症の機長にどうやらヒアリングをしたみたいなリーク記事、リーク記事が出てきておりましたが、機長の言うことにはですね、離陸許可が出ていたと。 いうふうな認識であるということで、真っ向対立する。まあ、あの、JAL 機と完成ですね。えー、羽田空港の完成は矛盾してないんですけれども、羽田空港の完成間の認識と、海上保安庁機の機長の認識がどうやら違っているということで、どうやらこの辺が争点になりそうかなというふうに思います。第一優先でナンバーワンという言葉がある通りですね。第一優先でデルタ航空機よりも先に海上保安庁機が離陸することは決まっていた。 おそらくですけれども、被災地支援ということで、できるだけ早く離陸をしてほしいということもあったんでしょうけれども、どうやらもう侵入をして、離陸準備をしてたような、まあ、滑走までしてたような感じの日ぶりだったので、離陸記事を見る限りはですね、離陸許可が出てたという認識であるということ自体とは矛盾しないのかなというふうに思いますけれども、どうやってそこ、完成とですね、海上保安庁機の誤解が生じたのか、まあ、この辺がですね、今回多分争点に なると思いますしまあ、実際のところ、えー、これはですね誰にでも起こりうる人ごではない問題だと思います私たちの、まあ、例えばホンダジェットだったりとかもっと小さい刹那機だったりとかこういったものもですね羽田空港から離陸すること離着陸することは全然ありうるので、えー、まあ本当に他人事ではない人ごではないような私は感想を持っております日本ではですね、えー、私が知る限りこういった事故というのはですね起きたことがありませんので 海外ではですね、ジャンボキット同士が、地上で、えーこれ、同じようにですね、接触をしてですね、大爆発を起こして、えー、乗員乗客がかなり死んだみたいな、えー、事故もあったりとかするので、えー、これまで逆に起きなかったことっていうのは本当に幸いだったんじゃないかなというふうに思います。えー、重大インシデントと言ってですね、事故にはいた至らなかったもののですね、これはあの、運が悪いと本当に大事故につながるようなことはですね、えー、このような類似の事故っていうのはですね、 え、報告されてるらしいので、まあ、滑走路ね、あの、羽田空港のようにですね、本当に分単位で離着陸を繰り返すような空港はですね、より注意をしなければいけないんですけれども、なんでこんなことになったのかっていうのは本当に、 えーまあ実際あの、海上保安庁機もですね、機長と副機長、二人とも間違えるということってなかなか考えづらいので、えー、どうしてこんなことが起きたのか。無線を、えー、聞く限りですね、クリアツランドということで、ランドすることもですね、えー、決まっていたということで、滑走路を間違えたわけでもないだろうし、なんでこんなことが起きたのか。ええー、まあ ね、緊急の地震の支援とか、まあ、地震へのですね、救援物資の支援とか、そういったミッションがあったから焦っていたのか、まあ、はたまたですね、本当にボンミスなのか、でもボンミスって、要はヒューマンエラーでですね、こういった事故が起きてしまうというのはシステムの問題だと、要はその、空港の運用のシステムの問題だと思われますので、その辺はちょっと改善してですね、二度と事故が起こらないように、 えー、してもらいたいものだというふうに思います。ということで、新年早々、大事件が起きてしまいましたけれども、事故が起きてしまいましたけれどもね、あの、クリックの能登半島の方々も含めてですねわ、私もですね、いろいろな、えー、支援等を行っていきたいと思います。えー、またあ、この件に関してはですね、動画撮りたいと思います。